次の質問に移ります。学校給食についてお伺いします。まずは低アレルゲン献立についてです。小中学校における食物アレルギーを持つ子どもの推移を教えてください。滝沢学校教育部長。小中学校において学校生活の中で食物アレルギーの対応を希望している児童生徒の人数につきましては、小学校は平成29年度が283人で全体の 2.4%、 令和2年度が317人で 2.9%、 令和5年度が314人で 2.9% でございます。中学校は平成29年度が73人で 1.2%、 令和2年度が95人で 1.7%、 令和5年度が141人で 2.6% でございます。坂東智子議員。令和4年12月に出された学校給食における低アレルゲン献立の取り組みを求める請願書に対して、毎月2回程度実施している低アレルゲン献立の回数を増やしていくために、栄養、美味しさ、楽しさ、価格のバランスなど課題を整理するとともに、他市の事例を精査研究をしてまいりますと報告されていますが、進捗状況をお聞かせください。滝沢学校教育部長。他市の事例を精査しましたところ、完全に低アレルゲン給食を実施しているのは大阪府箕面市のみで、その他自治体によっては低アレルゲン給食に対する捉え方が異なることが分かりました。現在本市においては特定原材料8品目を使わない給食を低アレルゲン給食と考えております。この回数を増やすためには様々な課題を解決していかなければならないものと認識しております。安藤智子議員。ご答弁いただきました通り、大阪府箕面市では2019年1月から全給食を低アレルゲン献立にできているそうです。地産地消で農産物を給食に使用するシステムとして箕面市農業公社を設立し、地元の農家さんと協力して安全で取れたての箕面産の野菜を給食に提供できているというのは、行政の取り組みとして素晴らしいと感じます。箕面市と大阪青山大学で共同制作されたレシピ本にも詳しく書かれていました。他市にできていることは本気になれば本市でもできると思います。中学生の生徒から私に送られた意見を抜粋して読ませていただきます。私にはアレルギーを持った妹がいます。妹は今給食ではなくお弁当を食べています。上尾市内にいる妹と同じような境遇にいる子どもたちの給食の時間が、みんなと同じものが食べられる時間として楽しい時間になるよう実現を心待ちにしています。アレルギーのある子どもはどうしてもみんなと同じ給食を食べることができないというのが今の現状ですが、それをなくし、みんなが平等に生活するための第一歩として取り入れているのがとてもいい政策だと感じました。低アレルゲン献立の給食を増やせない理由がありましたらお聞かせください。滝沢学校教育部長。低アレルゲン献立には牛乳、卵、小麦などの食材が使用できないため、カロリーや栄養価を定めた学校給食摂取基準を満たした多彩なメニュー展開が難しくなることや、代替食材の使用で食材費が高くなることが理由として挙げられます。安藤智子議員。メニュー展開はですね、大阪府箕面市を参考にしていただいて、材料費の面は食物アレルギーを持つ子どもたちがみんなと同じ給食を食べられるよう、ぜひとも市に協力していただきたいと思います。アレルギーを持つ子は年々増加傾向にあり、現在月2回の低アレルゲン献立の給食日数を段階的に増やしていただきたいと思いますが、ご見解をお聞かせください。滝沢学校教育長。はい、引き続き献立の研究を行い、低アレルゲン献立の日数を増やす検討を進めてまいりたいと考えております。坂東智子議員。前向きなご答弁ありがとうございます。アレルギーのある子どもたちが少しでもみんなと同じ給食を食べられるよう取り組んでいただきたいと思います。